おはようございます。ああ、例のね。日曜日。体重1000グラムの黒い毛の塊を膝に乗せてくだらないメガクリスマス特番を見るつもりですけど。ああ、世の中嫌いか？日曜にここでささやかなメガクリスマスパーティー。ああ、いいじゃないですか。仲のいい客。おー、ってことは結構、賑わいそうですね。家宅捜索。ああ、してましたね、そういえば。一日を変え、一生を変えるカクテルを。あ、また知らない方が。初めてのお客さんですかね。ふももドリーム。身分証明書？メガクリスマスの過去の亡霊。クリスマスキャロル的な？まあ、なかったらないって言ってくれていいのよ。もう集中してないね、ジルはね。全然集中してない。過去の亡霊さん。ギリアンですか？ ね。あら、未成年でございました。ああ、私が自分用に作ったカクテルを味見しただけ。なるほど。おお。ああ、なるほどね。これ、あれだね。ふもふもドリームだったら枯れもとり抜けたね。抜いてきゃよかったかな。ノーマさん。あー、これは鋭いね、ジル。いつもこうだよ、ジルは。未成年？なんかあったっけ？あ、未成年に酒出さないんだ。なんか、グリッチシティってもう、なんだろうな、もうちょっと治安が 悪いと思ってた。あ、未成年？あ、いやいや、出したみたいな。やんちゃ。あら、そういうご家庭も荒らせられるの？やっぱりね。そうだね。いいよ。字が芽生えてるよ。あー、なるほどね。あー、なるほどね。あー、やっぱり社会問題につながってくるのね。アルマかな。なるほど。まずいと思う。なるほど。ハッとしたね、今。ハッとしたわ。確かにそうだ。そう。いや、そうよ、本当に。私もそう思いますでございますわよ。そう。そうなのよ。うわー、ジルめっちゃいいじゃん。めっちゃいいこと言う。確かに。そうだよ。本当にそう。同じお母さんをがっかりさせるんだったら自分の好きなことでがっかりさせた方がいいよ、絶対。わかんないか。いや、そうだよね。わかる。
好きなことをしてそれでお母さんががっかりするならあなたにはお母さんに抗議する権利がある。でも好きでもないことをして自分を傷つけてお母さんまで傷つけようとしてるんなら、そうだね、誰も得してないからね。そうだよね。いやー、今の会話めっちゃ良かったなー。やるじゃん、ジル。あ、イカシバ。G に J。お座り、転がれ、お手。返事が可愛くないのよ。あ、してないのね。あ、なるほど。あら、また新キャラ。トイレ。あー、トイレはお客様用。いいね。この返しがスパーンって出てくるのがジルだね、やっぱね。誰だ貴様。目視録の4人の乗り手。ああ、ちょっと、なんか、社交辞令的なというか、いいお客さんかどうかを見極めるための言葉だったのかもしれないですね、今のはね。ピアノウーマン。マーズブラスト？ピアノウーマン出してあげようよ。はい、ピアノウーマン。あ、バイクで来たのか。マリオ。タイヤをきしらせ、アスファルトを焦がし、行く先々にエンジン音を響かせる。反逆者、信号無視、速度オーバー、ノーヘル上等。道路は俺だけのもの。うさんくさい、うさんくさいね。まあ、女が好きじゃない。そうかそうか。反逆者はバイクをあんなに丁寧にメンテしてるしません。配達。ああ、なるほど。バイク便の方ですか。なんか頑張ってるね、マリオさん。ムーンブラスト？ムーンブラストね。はい、ムーンブラスト。なんかね、なんか、何かを演じようとしてるね、この人は。まあおそらくはなんか荒くれ者の自分みたいなものを。そういうことだよね。まあ入ってきた時はトイレとしか言わなかったからね。かわいい。そうかなぁ。そうかな？自分はそうは思わんけどね。社会のしがらみから解き放たれた厄介者。さっきの女の子といい、あれですね。なんかこう社会のイメージに対して反発を抱いているというか、なんか自分らしさを欲してるね、二人とも。いいね。若者だね。
好きなように好きな格好すればいいと思うけど、でもなんだか無理してるように見える。そう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 、全然いいと思うよ。ギャップがあるじゃないですか。バイクに乗って降りたらめっちゃいい人。そうだよ。友達がみんなそうだからっつって自分までそうである必要ない。そうだよね。何か理由があるのかね、そうしたい理由が。フリンジビーバー、フリンジビーバーでいいの？結構強いわよこいつ。ああ、ギルですか？いや、そういえば聞いたことないね、誰かと付き合ってるとかって。みんないろんなものと、なんだろうな、戦ったり、その、お互いに受け入れられなかったりしながら、頑張って生きてますね。今日は珍しくビリーがうんち臭くない。お仕事再開。アディーナさん、はい。店の名前はイカシババア。似ても似つかないですね。バルハラですよ、ここは。あー、ドロシーちゃん。かわいそう。犬苦手だった、そういえば。ねえ。わかっちゃったっていうか、前言ってたからね。ああ。ええー、それもまた面白いですね。個性にするためにランダムにいろんな特性を割り振ってるんですね。ディリムには。AI は生成されるとき、恐怖心や好みを完全にランダムに割り当てられる。怖いね、それもね。犬とチンチラ恐怖症。いや、でも似てる2ジャンルでよかったね。違うものだと、まあ、本当に2つのものを、なんか嫌いになっちゃうけど、犬とチンチラだったら、まあ、動物使い呼んなきゃ大丈夫だからね。絶滅してんのかい？今日あの日だから。ブリーディング人。ブリーディング人ね。はい。ああ、やっぱ生理なんだ。オイルが出てくる。あれ、なんでそんな危ないことを。なりません。あ、さようで。あ、そうなんだ。いや、全く意外じゃない。全く意外じゃないです。僕、なんだろうな。なんだろうな。一人暮らしでね。クリスマスとかね。なると、めちゃめちゃ気持ちが落ち込むんですよ。なんだろう。なんか、みんな、いろんな相手と、わーわーやってるのに、自分は、なんか、いつもと同じ、状態でいて、で、家の中で、なんか、特に誰とも会話せず、お金がないから家の中に閉じこもって、みたいな。何やってんだろうなー、みたいな。世間から切り離されてる感じがするんだよね。だから、この感じはすごいよくわかる。サンタのセクシーコスチューム。あ、そうですか。へえ。
なるほどなぁ。でも、なんだろうな、売り切れるくらい、そのサンタのコスチューム、多分、そのセックスワーカーの人たちが買ってるんだと思うんだけど、このゲーム内では。なんか、それぐらい一般的というか、普及してるんだね。肌の露出が多い女の人を避けたがる男性も多い。ああ、それ、僕もそうですね。肌の露出が多いよりは、少ない方が好きっていう感じですね。どっちかっていうと、なんかその、なんだろうな、セクシーに見えるというか。あんまり水着とか好きじゃないんですよね。私の経験上、常連を逃がさないようにする一番のコツは、普通の格好をしてること。ああ、なるほどね。ああ、そうだね。確かにね。なんかそういう仕事をしてる人だっていうのが、パッと見てわからないから。ああ、なるほどね。まあ普通の格好だからね。特段こう、その、性を想起させるような服装ではないから。ああ、言ってたね、そういえばね。彼と話してるときに。首から上は人間じゃないとダメ。ブルーフェアリー。あー、大きいやつね。ブルーフェアリーの大サイズ。あ、そうなんだ。ひどいな、その話。メガクリスマスの亡霊。まあ、リディムはいいんじゃない?メガサンタドッキリ。はっはっはっは。立ち割り。うわー、立ち割り。うわー。うわぁもう、冷や汗ダラダラよ、そんなん言われたら。やめて。そらそうだよ。一生まではいかないまでも、なんか一日ぐらいは台無しにしてるよ、多分、ドロシーちゃん。あ、そうなんだ。へぇ。自分のやりたいことを何でもできるねんで。未成年かな。27、そうですね。10から13に見えるように設計されてるが、精神年齢は24。24か。いやー、なんか、すごいね。冷や水みたいな返事だな。あー、やり遂げた証。ふでも、年取るごとになんか、抵抗が、ないってすごいな。僕は、あれですね、25、6過ぎたあたりからもう年取るのが嫌で。まあ、30過ぎてちょっとまだね、開き直り始めましたけど。コバルトベルベット。はーい。ミックス。早い。水曜日。数字 ?21。
あ、カレンダー機能とかついてないんだ。やっぱ結構性能自体は人間にかなり寄せてるんですかね。いや、ほら、ね、今、なんだろう、僕らの時代なんていうのは、とにかく物が便利であれば便利であるほどいいっていう世界ですから、なんか、ちょっと、面白いですよね。カレンダー機能とか時計機能とかが多分内蔵されてないんでしょう。人間に寄せに行ってんだね。あ、搭載されてるんだ。そういう機能は他のいろんな処理に割かれてる。なるほどね。じゃあ、ある意味人間と同じだな、やっぱな。日付とか思い出せるけど、例えば今僕はゲームをやってることに対して神経を集中させてるから、日付を思い出そうとするにはちょっと時間がかかる。お化けちゃんがいるね。26。ああ、ボクシングデーですね。あ、行っちゃった。コンピューターのワープロソフトからカレンダーにアクセスしてもカレンダー機能は使えない。まあそういうことなのか。バカだねー。あら。また新キャラ。今日は新キャラ祭りですね。アルマの言った通り。なんか言ってたね、そんな感じのこと。言ってた、言ってた。確かに。なんだろう。そうだね。それでいいと思うな。ビール。なんだろうね。いきなりお母さんとか言い出したりしないか。アニメ的展開を考えるとありえそうだよね。期限切れの材料。あら、いきなり。おお。自分の選んだ結果に満足してる。なんだ？ ドライバー。スクリュードライバー？あ、そっちのドライバーね。本当に、あれか、ネジ回しの方か。銭形平次スタイル。ノスタルジー。なるほどね。もう、昔を懐かしむものになっちゃってるのね。誰だろう。妹？義理の なんか今日僕の勘がよく当たりますね。3年。あ、あの子か。
飛び級、あ、そうですか。科学者。レノア。失礼なやつだな。え！そうですか。先週の土曜日。先週の土曜日か。うわー。いやいやいや、うわー、そうだね、うん、ここはもうなんだろう、病んじゃいけない場所だよジル。いやー、つらいなー、これ。うん、ありがとう、ありがとう。うん。いやー。激重。いきなり激重展開ですね。あ、そうですか。いやー、言葉が出なかった。まあね、妹さんもまあそのなんだろう、お姉ちゃんが死んだことと元カノのがその家を飛び出して連絡を取ったことは無関係だって理解できるほどまだ分別のつくような年齢ではないんだろうけどね。いやー、残酷なことを言うよね。はー、きついなー、胸が締め付けられる。レノアが死んだことはね、ジルだってもうめちゃめちゃ、その、凹んでるはずなんですよ。私落ち込んでるはずで、だからこそ、あの場でね、その、なんていうか、自分の尊厳を防衛したのはすごく偉いことだと思うな。あそこで、本当に私のせいでって言っちゃったら多分、大変なことになってたと思うんだよね。そう。一生その、なんだろうな、レノアの死というか、自分が殺してしまったかもしれないっていう、責め苦を背負い続けなくちゃいけなくなるからね。あの返事は割と正解だったんじゃないかな。わからん、正解があるのかどうかわからんけどね。そうだね。そうか。
うん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 。そうだね。うんうんうん。いやー、さすがデイナさん。うん。これはもう安心できますね。はぁ。つらー。辛いなぁ、これ。うわぁ、ジル。ジル。